こんにちは、上野ありさです、今日はじゃじゃーん、あやーあれはい、今からバリに行きます。イエーイ、久々の、マジいつぶりの旅行撮ってくれるの。旅行のファッションはこんな感じです。やばい、裾見て、ダサすぎるから笑うんですね。でトイレとかで引きずりたくないので。確かに、あの裾を折ってみました。寒くないんですか、その格好は。暑い、汗かいてて、あのシャツ一応羽織って。あ、なるほどなるほど、そういうことですね。行ってきました。わかりました、はい、行ってきましょう。行ってきます。ラウンジがまたマジで激込みです。乾杯。今回はエコノミーなんですけど、なんとじゃん、3席使えるので超快適。あいやー、枕もあるし、イエーイはい、シンガポールに着いて電車に乗って空港のターミナルを移動したいと思います。シンガポールの空港にはウォーターサーバーみたいなのがあって、お水のリフィルができました。すごくない？すごい久々に東南アジアに来たんですけど、みんな床で寝てんのみんな床で寝てるよ。で、床で素手でマンゴー食べてる人いてすごい、海外来たって感じで楽しんでます。無事にバリに到着しました。イエーイ、超久々だよ。みんなが看板を持ってアヤナを探せ、懐かしい、何年ぶりだろう、このアヤナを探せするの。ちょうど2年半とか。いや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 、立てる、発見しました、テリマカシはい、アヤナの車に乗って、もう着いた瞬間ジメジメで超暑くて、ね、アヤ、うんおい、アヤ超暑くて、クーラーが最高でお水もあります。なのでいただきたいと思います。懐かしい、アヤナのこのおしぼりサービス。おしぼりおしぼり、ありがとうビラ、懐かしい、着いた、ね、すごいお出迎えだ。 Thank you。 Gracias tu。 わあ、いい香り、こんにちは、懐かしい、ね、一気に南国感出るね、やっぱこれつけると、ね、わあ、バギーに乗ってビラに行きまーす。 Thank you。ありがとうございます。すいません、着いた、久しぶりにこのドア見る。私たちは2003番のお部屋です。わー、楽しみ。え、すごい、オーシャンビューだ、初めて。どうぞ、お邪魔します。わー、すごい、これ部屋。はい、ちょっと興奮してしまったので、ちゃんとお部屋を見せたいと思います。まず部屋を入ったらこうなってて、左が2ベッドルームの部屋なので、1つ目のベッドルームがこんな感じ。ちょっと今逆光なんだけど、素敵じゃない、屋根も高くて、でもちろんここがオーシャンビュー。いやー、何これ。で、こっちが1つ目のバスルーム、お花が浮いてます。じゃーん。で、こっちに行くとリビングがあって、まあ、ダイニングテーブルと、じゃじゃーん、こちらがリビングルーム、マスターベッドルームがこんな感じ。ここも天井が高いです。で、ここからさ、プールがあるよ、見て、全部ここがこうやってつながってんの。オーマイガーです。で、こっちに行くとバスルーム、見て、ここやばくない。こっちに行くと外のね、そっからプールからつながってシャワーがついています。はい、とりあえずフライトからもう速攻なんだけど、お腹が空きすぎたので、まずランチに行きたいと思います。で、ランチは、ダマールという、レストランで食べに行きます。ダマールレストランに来ました。わー、あー、メインのところだね、アヤナの、プールがあるところ。わー、アヤナって入ってる。はーい、ありがとうございます。わー、すごい、乾杯私はなんかレッドカレー、エビのレッドカレーと、あやはラクサ、うん、ラクサを頼みました。うまっ。はい、というわけで今日の水着は
また H&M のこちらです。結構ハイレグで日本じゃちょっとあれかなみたいな水着です。そして今あやと写真のトリックをしてて、あやは一人でこうやってずっと撮ってる。いけた？え、うちもやって後でデート欲しい。かわいいね。はい、またまたお色直しをしました。で、今からバエプールのあるイバープールというところに、あやなの中なんだけどね、行きたいと思います。どこに行くにもワッツアップで今バギー来てくださいって言ったら、部屋までお迎えに来てくれて、あやな本当に広いので連れてってくれる感じです。名前は、あ、教会？チャーチ？アスティナ。アスティナ。あー、そうだ、ウェディングここであげるって誓ったのに私。このバエプール、貸し切りです。イエーイ。はい、始まりました。こんなお尻で出ても貸し切りなので大丈夫です。そこ喜ぶの？恥ずかしいと思ったんですけど大丈夫でした。すごいね。撮ろうよ。あそこで撮るとね、映えなんだよ ね。上のところから。そうなんだよ。深くないよ。そこ浅いよ。めっちゃ深いよ。え？なんか言ってますね。あー、うるさい。映えスポットのマップとかあるのすごくない？ここが映えますよ、みたいな。ということで、行きまーす。こちらです。じゃん。映えてる。あ、映えてんじゃない？どう？あー、そこそこそこ、あ、そこそこいいよ。じゃあどうですかね。あー、映え師匠、悪くない。ちょっと花が少なくないですか。確かに師匠がちょっとやっぱりちょっと違います。あー、師匠 NG 出ちゃいました。師匠意外とそことかもなんですかね。インスタグラマーの裏側でございます。こうしていつもどこで撮ろうか、そして何を着ようか。なんと上野は3着目です。貪欲です。はい、ディナーへのお洋服こんな感じです。ミュウミュウのバッグにザラのトップスにアレキサンダー1のデニムにイエローのヒールで迎えたいと思います。はい、今からちょっと写真を撮ってからロックバーに向かいます。気持ちいい。やばい景色。あやなに泊まらなかったとしてもロックバーは本当に来てほしい。バリ今回で何回目か分かんないけど必ずロックバーだけは来てる。わー、綺麗。あー、ここも綺麗だしこっちも綺麗。あー、綺麗。はい、ゴンドラに乗ります。わー、すごいよー。というわけで、シャワーを浴びて今部屋に戻ってもうちょっと画像の編集したりとかしてて、ワインとあやはモヒートを頼んだので今それを待ってて、ちょっと軽く飲んだら明日から朝アクティビティがあって、明日は太極拳、太極拳太極拳をやるのでお楽しみにということなんですけど、まあ、朝早く起きていっぱい体も動かしてでしたいなと思ってて、で、あやと一緒に旅行に行ったのが2011年で、私の大学の卒業旅行を兼ねて2人でバリそ, うそうだよ、覚えてないの。そう、それでバリに来たのね。その時はまあ全然別のビラに泊まったんだけど、で、その後はみんなであやのとあさみちゃんといーちゃんとあやと5人であやのに来て、で、その後はコモドと、だからバリ一緒に来るの4回目だね。今日初日だけどもうすでに大満喫してて、明日からも楽しんでいきたいと思います。ではまた明日、バイバイ。おはようございます。2日目です。いい朝、小鳥のさえずりと、もう南国の匂いと、今起きたんだけど今から太極拳をやっていきたいと思います。どんな感じでウェアを着て、どんな感じなんだろう、初めてだけど、すごいね、ことが起きてて。
ここがすっごいなんか虫に刺されて痒すぎて昨日全然寝れないとか、もう寝ては起きて書いて寝ては起きて書いてみたいな感じだったの。はい、じゃあ太極拳に行きたいと思います。すごい、ここでやるのかな。今太極拳が終わって初めてだったんだけど楽しかった。マジヨガ、動くヨガみたいな感じじゃない？確かにね、インドネシアの曲でやったんだけど、最後の曲が韓国ドラマのエンディングのなんか悲しいシーンみたいな曲でちょっとニヤニヤしながらやっちゃったんだけど、すごい気持ちよかったです。汗もかいたし暑かったからね、うん、はい、では今からやっと朝ごはんに行きます。はい、朝ごはんはパディレストランで食べます。ビュッフェになっています。シェフもいるビュッフェだ。私の主食だらけの朝ごはん。いただきます。アヤのはこんな感じ。はい、では今、あー素敵なお花がいっぱいで、インフィニティプールに来ました。アヤナのメインロビーらへんにあります。じゃじゃーん、最高。もう隅に行かないでずっとここでこうしてられるちょっとしたら部屋戻ってね、 PCR。 そう、今から私たちは PCR を受けます。2日目なんだけど、もうまあ明後日ね帰るので早い、明後日帰るんだよ。アヤナで受けられるのでお部屋に来てくれるんだけど、しかもね高くなかった、 4,000円とかだったかな。それを受けて隅に行きたいと思います。PCR の方が来てくださいました。日系のバリタケノコ診療所っていうところで、多分出張だと15万プラスになるんだけど、出張しなければクリニックがスミニャクの方に、クタダかスミニャクにあるので調べてみてください。そこで受けられるそうです。で、出張費込みで2人で88万ルピアになるので7686円、2人で7686円、割る2ですね。で、結果は明日来るそうなので、イメールでもお知らせしてくれて、であとはフロントに、陰性証明書を渡してくれるそうです。フィニッシュ。Thank you。あ、寝なかった。ニーレインというチャングーにあるカフェに来ました。アリサちゃんが来たかったらしいです、ここに。怖くないだって。アヤナから1時間10分ぐらい来る価値あるね、確かに。ラブリさを求めて超大変な道を歩いてるよ。これたどり着くのかな。あー、やっと着いたね。かわいいんですけど、ジャングルの中に来たよ。ラテを頼んだよ。乾杯。細々で。さっきアヤナから取ったタクシーがチャングーまで、22万ルピアで、この後スミニャク行くって言ったら、じゃあチャングー、スミニャク、そこからアヤナのフルコースで60万でどうだって言われて、まあ、イコール5800円ぐらいなんだけど、まあ、普通に考えたらちょっとこっちの物価では高いんだけど、チャングーエリアはタクシーを呼べないので、それを考えるとワンワン来たね、いいかなと思ってね、かわいいね、来るの？やばい、かわいいよ君。さ、カメラ回してるとき鼻ほじっちゃってんだけど、すいません、めっちゃ鼻ほじってた。おい、人差し指で。バリはこういうラタンの家具がいっぱいあって、超かわいいの、どこにでも売ってるんだけど。はい、スミニャクに着きました。今からローズアベニューというショップに行くんだけど、あ、すごい渡れないの。かわいいよ、かわいいよ。あ、や、大丈夫、強気に行けば。あれ？どこだっけ？なくなってました、ガビーン。まあ歩いてみよう。キムスーも行こうと思ったんだけど、キムスーは
5時半に閉まるのでもう6時ぐらいなので諦めました。バリの薬局に来ました。ヘアオイルを忘れちゃったのでジョンソンのベビーオイルを買いたいと思います。私の髪は吸収をしちゃうのでこのくらいギトギトじゃないとできないです。はい、というわけで戻ってきて化粧は落とさずにシャワーを浴びました。段差です。はい、で今からThank you サミサミというレストラン、イタリアンレストラン、アヤナの中にある。で、ディナーで、あ、ディナーの件忘れた。サミサミに着きました。結構人いるね。おはようございます。今日は3日目ということで今からムエタイに向かいます。今日はジムでねムエタイがあるので今朝8時前なんだけど、今日はナイキとマシュー・ウィリアムスのウェアです。行ってきます。ムエタイできるかな。ジムに着いたんだけどジムが可愛すぎてやばい。 Thank you very much。 わー、ジムです。頑張れ。リスがいるよ。今ムエタイ終わってめっちゃ楽しかった。一つだけ言えるのは足の裏がめっちゃ汚くなったのと膝が明日あざだね。これはで今からジャムショットをいただきます。 Thank you。 わあ、なんだターメイク美味しい。うん、はい、今ちょっと朝ズームのミーティングがあったのでズームのミーティングが終わって今アヤナの伝説のうちらの映え写真を昔も撮ったんだけど、フローティングブレックファストが到着しました。一生懸命今セッティングしてくださっています。かわいい。さっき受けたムエタイでもうこんなに傷になっております。マジ早くない？私あざになんの。わ、懐かしい。ここで写真撮ったね。はい、アヤナから、まあ、アヤナの中なんだけどもう一個のホテルリンバっていう方に来ました。こっちのプールで今日は楽しみたいと思います。リンバのプールに到着。バリに来てまだビンタンを飲んでなかったのでいただいてます。美味しい。キンキンに冷えてた。うまい。リンバは結構若者向けなのかな。すごいなんかイケイケでプールバーとかもあって楽しい。アイスを訪ねて三千里いいやってます。ハロー、ハロー、ウェルカム、センキュー。あれね、ウィッアルモンクランブル。うん、センキュー。猿出現して私のアイス食ってたんだけど、あそこにもいる。はい、今からリンバのメキシカンレストランユニークルーフトップバーに行きます。ちょっと早いんだけどラストナイトなのでお酒飲み始めて楽しみたいと思います。気持ちいい。最高、本当に最高。帰りたくない。 We can take this ride wherever it goes as long as。 はーい、あや、イエーイ。着きました、ユニークルーフトップバー。わあ、すごい景色。トドちゃん、ここにはこうやってプールも入れます。こうして私たちの夜最終日は終わります。オムニアに行こうと思ったんだけどベガスのクラブがねバリにビーチにあってけども私たちは疲れました。ちょっと朝からさ結構さ動いてるからじゃない。そうだね、朝早いもんね。もうそれで今日は寝たいと思います。ではまた明日。ローズをいただきました。おやすみ。うん、かわいい。
向こうの何くわえてんの？めっちゃやばいよね。これちなみにうちらのビラです。Good morning。 見てください、私のこの主食だらけの朝ごはん。やっぱはい、というわけで美味しかった。スパがあるから苦しくなるからあんま食べないようにとか言いながらめちゃくちゃ食べました。そして今からあやなのスパに行きます。楽しみ。フライトが今日なのでフライト前に体の疲れを癒したいと思います。イエーイ。スパに着きました。ハロー。わー、いい香り。素敵。ここですら素敵よ。マッサージ着に着替えて、温泉チックなんだけど、行きたいと思います。楽しみ。1時間も足もすっごいパンパンだし背中もすごい疲れてるのでフライト前にやっていただきたいと思います。今スパが終わったんだけどめっちゃ気持ちよかった。おかえり。 Thank you。 どうだった？気持ちよかった。この素敵な お部屋ともお別れです。今からチェックアウトして最後中華ランチを中華食べるんだけど、あやなで多分新しくできたのかな、うちら行ったことないところで、そこに行ってフライトです。帰りはバンコク乗り換えになるんだけど、バンコクで4時間もトランジットがあるので、で日本には明日着くんだけどね、空港も満喫しながら行けたらなと思います。はい、最後のレストラン、アーヤアバロンロン、わかんない、着きました。え、これ何、めっちゃ大きいレストラン、すごく素敵な、多分前からあったっぽい中華です。いただきます。ね、맘속에바다는너하나뿐인너야 I love you。 はい、というわけで、最後まで見ていただいて最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしています。また来週再来週あたりにタイの Vlog も上げていくのでぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。